こちらにある小四郎の描いた絵があるんですが、これはですね、小四郎自身が外国人の首をはねているという衝撃的な絵なんですね。これを、自分自身の手で描いている、まさに攘夷ということを表した資料になっています。那珂湊、今のひたちなか市になりますけれども、辺野というところで、かなり大きな戦いがあって、その双方、非常にたくさんの犠牲者が出てるんですけれども、燃えてしまった、ところが赤く染められていて、でこの中には、徳川光圀がこの湊に作った御殿があったんですが、そういうのも燃えてしまったということで赤く染められてしまっています。今回ですね、天狗党、それから諸政党ですね、その2つの水戸派であった派閥についてですね、それぞれのたどった軌跡を紹介してるんですけれども、本当に一列を争いで、明治を迎えた時に水戸派にはもう人材がいなくなってしまったという、そういう状況に陥ってしまったわけなので、そういう幕末の水戸の様相っていうものを皆さんに知っていただけたらと思います。ぜひ見に来てください。